1>, 1分30秒前ね映ってますでしょうか、えー、誰か聞こえてましたら反応くださーいはい始まりますえー、っと 1>, 1分前。 30秒前20秒前10秒前 12345678910。 はい、もうオッケー。はい、えー。ということで始まりました。えーえー、本日の金チャンネル、えー、今日はゆりってがお送りいたします。よろしくお願いします。えー、すごい！もう緊張して大会の時より手が震えてで <laughs> えーえー、汗だくになってるんですけど、皆さんお付き合いいただけたらと思います。はい、えーとあ。 改めまして、えー、皆さんこんばんは。フリーダイバーでスキンダイビングとフリーダイビングのインストラクターをしております、えー、ゆりっぺです。はい、えー、今日は少しでも皆さんの、えー、暇つぶしになればいいなと思っております。何か、えー、ありましたらコメントや、えー、リアクションをいただけたら嬉しいです。はい。 がですね、えー、このライブ配信なんですけれども、えー、タイムラグが10秒から15秒ぐらいありますので、えー、コメントにリアルタイムで、えー、反応することができませんなので、えー、ライブ中にお返事できなかったことは、えー、後ほど、えー、と回答させていただきますのでえー、っとよろしくお願いいたしますあなんかいろいろコメントをいただいてありがとうございます、はい えーとですね、まず1発目なんですが、えー、ギャワイさんから頂きましたお題の、えー「ドライスタティック」から始まったわけですが、えー、フリーダイビングを知らない方が見ましたら一体何が始まったんだろうと思ったと思います。で,、えー、とですのでまずはちょっとフリーダイビングについて少し説明をしたいと思います。 えー、このフリーダイビングという競技なんですが簡単に説明しますと一息でどのぐらいい潜れるかという競技になります、はいえー、海だと縦に一息で何メートル潜って、えー、戻ってくるかそれから、えー、プールだと横に何メートル一息で泳げるか、はい、でどちらも、えー、フィンを履いたり履かなかったりといろいろ競技があるんですけれども、えー、このフリーダイビングという競技、えー、長く 息を止められることが、えー、基本となります。えー、ですので、えー、とそのまあ基本となる競技が、えー、先ほどちょこっとやりましたスタティックという競技になります。えー、本当はですね、えー、とあれはい、えー、とこんな風に水中で はいはい、こんな見えるのかふうに、えー、水面にただ浮いて息を止める競技になるんですけれども、えー、とでこれをですね、えー、と陸でドライの状態で、えー、行うことをドライスタティックと、えー、呼ばれています。はい、で、えー、この、えー、と本当はですね、えー、8時から私が息が持つ限り えー、ドライスタティックにの、えー、静かなライブ映像をお届けしたかったんですが1、えー、人暮らしで安全の確保ができないため超ショートバージョンでお届けいたしましたはいえー、っとすいません <laughs> はいえー、っとこのドライスタティックですが、えー、フリーダイバーの方で、ね、お家で、えー、トレーニングしてる方 しててますっていう方結構いらっしゃると思うんですけれども、えー、長めに息を止める時には万が一のことも、えー、ありますので一人では行わなないいいいようにしてたただきたいなと思いますあとですね特にお風呂で潜って息止めの練習してますっていう方たまに、えー、いらっしゃるんですけども、えー、と何かがあった時に本当に危ないですので、えーえー、と長くお風呂で息を止めるのは やめていいいたただきたいなと思います、えー、発見された時も、えー、自分はもう死んでいないかもしれないですが、えー、かなりずっと恥ずかしい思いをすると思います。はい、ということで、えー、皆さん気をつけましょう。えーえー、っとギャワイさんお題ありがとうございました。えー、とここまで、えー、少し真面目な話でもないかを、えー、しましたので、えー、あとはゆるっといきたいと思います。えー、っとですね さて、えー、次コメントでいただいたお題2つ目はイジ、えー、さんからのお題で「えー、海に潜っている時美味しそうって思う生き物や一緒に泳いでみたい生き物についてビール1本開け,、ねはいえー、けるのは多分私は30秒ぐらいだと思いますので、えー、30秒ぐらいで、えー、答えたいと思います。 えっと、そうですね。泳いでて美味しそうって思う。生き物はですね。えっ、ー、と。そうですね。アオリイカ。これは泳いでても、なんか、あの、美味しそうだなって。思います。はい。あと、他にはですね。えっ、ー、と。あ、後ですね。高部の群れ。ですね。はい。えっ、ー、と、この高部はですね。あ、すごい美味しそうっていうよりは。あ。 群れでいっぱいいると一匹300円でこの群れ全部でいくらになるんだろうっていうのがすごくワクワクします。はいえー、もちろん、えー、とこの群れの中に突っ込んで一緒に泳いだりするのも好きです。はいえー、とあとですね一緒にみ泳いでみたい生き物なんですが、はいえー、とたくさんいるんですけれども、えー、まずは、えー、私のこの大好きな アザラシちゃん、これはね、一緒に泳いいででみたいです。あと、えーとア,シカですね、アシカは、えー、と海の中の、えー、とワンちゃんみたいと言われててとても人懐っこいらしいので、えー、ぜひ泳いでみたいと思ってます。えー、とあとですね、えー、最近プラティパスにいらしてくれてる、えー、とゲストさんが泳ぎに行ったというジュゴン、はい、これも、えー、ぜひ泳いでみたいと思ってます。 えー、そうですね。はい。えっ、ー、と瑛二さんお題ありがとうございました。えっ、ー、と次にですね。次は、えー、あはい。えー、フリーダイバーのなおさんからたくさんの、えー、お題と優しいお言葉をいただきました。ありがとうございます。えっ、ー、とですね。今日はえ、ね、その中から、えー、失敗談をはい。 お伝えしたいと思います、えー。これはですね、フリーダイビングの大会の時の失敗談なんですが、えー、今までで一番ヒヤッとしたのはですね、えー、スタティックのパッキングの途中まで話せをするのを忘れてたことがあります。はい。で、この時は誰かがえー、っともう入る直前で息整えてるので誰かが私を呼んでるって思って。 なんだろうって思ってふっと下を見たらここに鼻線が下がったまんまになってましたで、えー、とかなり焦ったんですが「あ全然知ってるよ」みたいな顔して鼻線つけてなん、えー、とか10秒までに入ることができましたでこの時はスタティック多分2分ぐらいは多分「危なかった」っていうので、えー、結構テンションが上がっててですね えー、まあ逆にこう緊張がほぐれてよかったかもしれないですはいえー、っとあとですねもう一つ、えー、っとこれはフリーダイビングには関係ない失敗談最近の失敗談なんですが、えー、一昨日スーパーに買い物に行く途中に転んでしまって現在左手の甲がパンパンに腫れておりますわかるのかなこう関節がが見えないここが <laughs> ふっくり腫れてしまってます。はい。えっ、ー、と、まあ骨には異常はなかったんですけれども、えー、結構不自由です。はい。えっ、ー、と、そうですね。陸には重力があります。陸では転びます。転ぶと痛いですので、えー、皆さんも気をつけてください。えっ、ー、と、そんなとこですかね。はい。なおさん、お題ありがとうございました。 えともう顔真っ赤ですね、私。というかなんかこう、おでこが光っててひどいですね。はいえー、次に、えー、大ちゃんからのお題ですね。えー、これ、バブルリングを連発っていうことだったんですが、えー、陸ではできませんので、えー、今度、えー、プールでお見せしたいと思います。はい、お題ありがとうございました。えー、っとそのほか、えー、コメントをくれた千尋ちゃん、こうちゃん、ふみちゃん、 ひろみちゃんそして、えー、リアクションをくださった皆様本当にどうもありがとうございました、えー、というわけで本日のゆりっぺチャンネル皆様暇つぶしになりましたでしょうか、えー、緊急事態宣言も、えー、出ておりますがなるべく外出を控えて少しでも早く収束するようにみんなで頑張っていきましょうはいそれでは ゆりっぺでしたではまたバイバーイ